もくもくもっくん。ねえねえ聞いて、この前着物を着た可愛い兄弟を見かけたんだ。ママに聞いたら七五三っていう行事をしているんだって言ってたよ。本当は11月15日にするんだけど、今は別の日にする人も多いんだって。そこで今日は僕が七五三について調べたことからクイズを出すよ。七五三したことあるよって子もどんなことをしたか思い出しながら答えてみてね。早速第1問。七五三は何をする日でしょうか。1、ごちそうを食べて冬の寒さに備える日。2、日本の伝統を残すため着物を着て写真を撮る日。3、子供の成長に感謝して家族みんなでお祝いする日。もっくん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 、正解は丸3でした。もちろんお祝いでごちそうを食べたり着物を着ることも多いんだけど、子供の健康を祝うためにしていることなんだって。じゃあ次の問題。七五三によく食べられている細く長く粘り強く、いつまでも健康で長生きしてほしいという意味が込められた食べ物は。1、千歳飴。2、納豆。3、とろろそば。もっくん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 、正解は丸1の千歳飴でした。ネバネバに引っかからなかったかな。千歳飴の千歳を漢字で書くとこう書くんだよ。ってことで最後の問題。神社でお参りするときにすることは。1、一丁締め。よーっぽん。2、二礼二役中一礼。1、2、パチパチってこ。3、三三七拍子。ピッピッピッ。丸2の二礼二握手一礼でした。どうだったかな。最後の二礼二握手一礼は初詣とか神社にお参りするときに使えるから覚えておいてね。じゃあみんなが健やかに過ごせますように。まったねー。